はい、おはようございまちょーフォルテです。シャキーンゴールドのスーツ着てます。というわけでね、本日はチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番、1ヶ月本気で練習した結果、イエーイ。今年の勉強課題はチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番です。この曲なんですけども、この前100時間練習しましたっていう報告をさせていただいたんですけども、あれから時がチクタクチクタク時が経ち、はい、チャイコフスキーピアノ協奏曲1ヶ月経ちました。チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番はね、6月の末から全国各地で演奏させていただきます。埼玉、愛知、大阪、岡山でね演奏させていただくんですけども、ぜひとも皆さん来てください。もちろん、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番だけでなく、私はソロ曲も弾きます。ベートーベン月光だったり、月の光だったり、ラーカンパネラだったり。英雄ポロネーズだったり、もう誰でも楽しめる曲をね、用意してますので。で、そしてさらに、新しい曲のチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番も演奏するということでね、一生懸命この1ヶ月演奏、練習しました。1日10時間ぐらい1ヶ月練習しました。するとですね、もうすごい弾けちゃったの、ものすごい私上達しちゃった、てへっていうことでね、楽しみにしてもらえたらなと思うんですけども、まあ、全楽章も通せるようになりました。でね、どのぐらい弾けるのかっていうのをちょっとね、今日はやりたいなと思います。感じですよ。もう全楽章弾けると。あ、まだちょこちょこ間違えるね。Thank you.
い、こんな感じでね、かなり弾けるようになりました。あとはみんなが大好きオクターブの超絶技巧のところ、その前の美しいメロディーから行かせていただきます。めっちゃかっこいいですよね。でもね、難しい箇所が多いんですよ。Thank you.
っこいいんですよ。1楽章はこんな感じです。で、同じように2楽章も弾けてます。かなり練習したからね。みたいな感じですよ。あ、2楽章はね、こういうところが難しいんですよ。コロ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 動くところがあるんですよ。それがね、ちょっとさ、2楽章がね、難しいとこなんですけども、最後にやっぱ2楽章が、こうやって、戻ってくるんですね。こうやって終わっていくんですね。そして3楽章。三楽章はこんな感じなんですね。三楽章の美しいところ、こういう感じですよ。で、三楽章といえばみんな大好き地獄のオクターブがあります。筋肉パッセージラストパート、パワー。
わけでね、はい、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番も1ヶ月本気でピアニストが弾けば、もう全楽章弾けるようになりました。というわけでね、さらにこっから数ヶ月間勉強を詰めて、最高傑作のチャイコフスキーピアノ協奏曲を演奏できることを目標とし、皆様に届けれることをお約束します。あ、約束しちゃった。というわけでね、さらに頑張っていこうと思いますので、6月末からスタートのチャイコフスキーピアノ協奏曲が聴ける僕のコンサート、ぜひともお越しください。一部では名曲もソロリサイタルで弾かせていただきます。本当に筋肉しいプログラムですのでね、絶対に楽しめるのではないかと思います。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録じゃなくて、絶対にチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、暑いので、ヌグ、バイバイ。